ああ、暇だな。僕はマサル、陰キャの高校生だ。今僕は実家の古本店で店番をしている。それにしても暇だ。お、いらっしゃいませ。リン、スママ、ここ。メイちゃん、ここなんだね。ここに宝の地図が隠されてるんだな。おらワクワクすぞ。え？店員さん、ここにあるのはわかってるの。早く、宝の地図を渡して。私たちもこう見えて忙しいの。え、宝の地図って、何？ここに宝の地図があるって言われたの。え？そんなものは、ない。うん、絶対にある。あるって言ってたもん。そこの兄ちゃん、一緒に探してくれます。お願いお兄ちゃん。そして、数分女の子たちと探すと、本の間に何か紙が？お、何この紙？うわー！宝の地図だ！やった！ついに手に入れたぞ！なんなのこの宝の地図？なんて書いてある？お兄さん、読んで。よくぞ見つけた。宝はこの本屋の冷蔵庫にあるケーキだ。え？うわーい！ケーキだ、ケーキ！嬉しいね。よっしゃ。待って！ケーキは僕が後で食べようと思って。え？お宝ないの？え？ないの？ここまで頑張ったのに。スモモたちは三上版オールで探してた。三上版の意味もオールの意味も知らんが。あるよ、ある。わかった、ケーキ食べていいよ。うわーい。なんで僕んちの冷蔵庫にケーキがあることがバレてるんだ？いや、聞かなくてもわかる。きっとあの人たちだ。くぅ、あの人たち本当にろくなことをしない。でも、あの人たちに逆らえないしな。その後、僕が店番終わったら食べようと楽しみにしていたケーキを3人にあげることに。お口の中がうまうまさいじゃ。おいしい。幸せ。まあ、3人が幸せそうだからいいか。なんか3人とも可愛いし。お兄さん、ごちそうさま。ありがとうます。ありがとね。あ、例のあの人から伝言ます。伝言。あのね、約束覚えてるだろうな。だって約束破ったら許さねえとも言ってたよ。分かってますとお伝えください。分かった。お、あと手紙もあるの。ミッションだって。ミッション？分かりましたと伝えといて。僕が陰キャになる原因を作ったのはその例のあの人。例のあの人と出会わなければ陰キャじゃなくイケイケだったのかもしれないのに。いや、例のあの人と会ってよかったのか。そんな僕の学校生活は超つまらない。だって勉強しかしてないからね。ただ僕は今まで全く勉強してこなかったから、高校3年間は頑張るしかないんだ。ねえねえ、帰り食べようよ。ありよりのあり。やっべ、ぶつかっちゃった。ごめん、陰キャくん。あ、いや、大丈夫だよ。陰キャくん、心広い。でもさ、なんでそんな勉強ばっかやってんの？ねえ、そのメガネもダサダサだし。そんなんで生きてて楽しいの？言えてる。それで楽しいわけないよね。ほっといてくれよ。はぁ？マジムカつくんだけど。なんなん？せっかくうちらが構ってあげてんのにさ。その態度はないよね。ちょっと、そのノート貸しなさいよ。うわ、何するの？はーい、ビリビリ。ウケる。僕が試験対策に作ったノートが。うちらに逆らうからこんなことになるんしょ？あ、いいこと思いついちゃったんですけど。ねえ、これからこの陰キャ君をおもちゃにして遊ぼうよ。それ、ありよりのあり。決定。じゃあ、明日からよろしくね、陰キャ君。めんどくさい。こいつらは学校一のドキュンギャルたち。こいつらには絶対に関わりたくなかったのに、目をつけられちったよ。僕が肩を落としながら学校から帰っていると。お兄さん発見。スママ隊長、お兄さんを発見しました。うい、ご苦労。あ、君たちは昨日の。はい、昨日のお礼、例のあの人が渡してこいって。意外とマメだよなあの人。ところで、
なんで例のあの人って呼んでるの？わかんない。そう言えって言われたの。そう。あ、そうだ。何？この手紙、その例のあの人に渡してくれる？うん、わかった。渡しとくね。ありがとう。あの人なりに気を使ってくれてるのかな。そして、僕は帰ってそのケーキを食べてから勉強に励んだ。ああ、勉強辛い。でも、約束があるから頑張んないとな。そして翌日。じゃあ、スインキャ君。やっほー。こいつらのこと忘れてた。何嫌そうな顔してんの？うちらに話しかけられて、嬉しいでしょ？ああ。うわ、嬉しいんだって、キモ。マジウケる。ああ、ほら。じゃあ、私が脱いだ靴下、プレゼント。やったね！嬉しいっしょ。靴下頭に乗せられて喜ぶとか変態じゃん。くっさ。そう言いたいところだけど、ここは我慢。余計なトラブルは起こしたくないし。じゃあ、私は噛んでたガムあげる。やめて！こいつ、ハローことかガムを髪の毛につけやがった。はぁ？なんでマキの靴下は嬉しそうに頭に乗せてたくせに、私のガムでは喜ばないわけ？ひどい。いや。嬉しい？嬉しいでしょ。やっば！私これからバイトだった！陰キャ君なんかに構ってる場合じゃなかったんだ。私も。今日は結構稼げそうなんだよね。いいなぁ。私はダメそう。渋い客でさ。じゃあね、陰キャ君。こんな風に、ドキュンギャルのマキとミカに絡まれる毎日。俺は波風を立てたくないから、ただひたすら毎日我慢して過ごしていた。あの人との約束もあるしな。それから数日経ったある日のこと、僕は今日ある人たちに伝えなきゃいけないことがあった。これも例のあの人から受けたミッションだ。ねえ、暇じゃねえ？それな。ああ、そうだ、ゲームしよう、ゲーム。ゲーム？ああ、オセロで負けた方が陰キャ君にこくんの。やだよ。いいじゃん、いいじゃん。暇だしやろうぜ。オケマル水産。よーし。10分後。負けた。はい。ミカ罰ゲーム。わかったよ。やればいいんでしょ、やれば。ねえねえ、陰キャ君。何？実はさ、私、陰キャ君のこと好きだったの。付き合ってよ。いいよ。マジ？やったじゃん、ミカ。なんて言うと思った。低俗な遊びだね。全部バレてるよ。はぁ？まあそうよね。ミカがあんたなんかのこと好きになるわけないじゃん。でも、その低俗ってのがムカつくわね。本当よ。陰キャのくせに私たちのことを低俗だなんて、どういうこと？別に君たちのことを低俗と言ったわけじゃない。遊びに関してだよ。ただ、君たちも低俗だよね。ああ超ムカつく。あのさ、全部バレてるって告白のことじゃないよ。は？じゃあ何なのよ。君たちのバイトのこと。バイト？ああ。私たちのバイトがどうかしたの？君たち体を売ってるんだろ。何言ってるの？君たちの持ってるもの、高校生にしては明らかに高いものばかりだからね。知人に頼んで調べてもらったよ。そしたら、君たちが体を売ってることが分かっちゃったんだよね。なんでそんなことしてんの？耳ふなんですけど。で、だから何よ。自分の体どうしようが、勝手でしょ？私たちのお客さんには、議員さんとかもいるのよ。それに、私たちの仕事、半グレ集団たちが仕切ってくれてんのよ。脅そうとしたって無駄よ。逆にあんたが大変な目に遭うんじゃない？ああ。その議員さんも半グレ集団も今頃大変な目に遭ってると思うけど。大変な目？どういうこと？何わけわかんないこと言ってんの？ビビりすぎて頭おかしくなっちゃった？電話かけてみればわかんじゃない？わかったわよ。ついでにその人たちのこと呼んで、ハンターをボコしてもらおうっと。今さら謝っても遅いかんね。呼べるもんならどうぞ呼んでみてよ。そして、マキが電話をかけると。どう？マキ、来てくれるって？来れないって。どういうこと？逆に、助けてくれって言われた。掘られるって。掘られる？何？
何、どういうことなの？ああ、きっと体を売らされてるんだろうな。あの人たち、悪い大人に容赦ないから。あの人たちって誰よ？ああ、犬塚さんと平次さん。誰よ、そいつら。どこかで聞いたことあるような。それって、もしかして噂組の？そうだよ。噂組？え？なんで、あんたなんかが噂組と繋がってんの？いろいろあってね。他の学年にもいるそうだよね。君たちみたいなやつ。そいつらまとめて噂組が大説教するって言ってたから、覚悟しなよ。本当に？うん、本当に。この後組事務所に顔出せって。ああ、ちなみに逃げても無駄だって言ってたよ。そんな、許して。お願い、どうにかして、何でもするから。それは犬塚さんと平次さんに言って、俺は知らない。どうしよう。私たちどうなっちゃうの？あの噂組に目をつけられるなんて。その後、てめえら、お母さんやお父さんにもらった大切な体で何してやがる。ごめんなさい。許せねえな、こんなことして。てめえらの親がどんだけ悲しむと思ってんだ。許してください。許さねえよ。てめえら学校終わったら毎日組事務所に来い。毎日説教してやるよ。うちの高校でその仕事に手を染めてた奴は全員噂組に通うことに。日替わりで犬塚さんや平次さん、組長や若頭のありがたい話を聞いているそうだ。家庭の都合で泣く泣くこの仕事をやっていた奴も中にはいて、説教だけではなく、そいつらには割のいい真っ当な仕事を紹介したそう。ちなみにこいつらの客やこいつらを使って商売してた奴らはご想像の通り同性相手に。そこで稼いだお金は後進国や被災地などに寄付されているそうだ。そして僕と噂組がつながっている理由、それは僕が中3の時の話だった。おい、てめえ金出せや。出すよ。出すから許してくれ。おっさん結構金持ってんじゃねえか。いやー、親父狩りはいいな。最高のバイトだぜ。はい、どーん。いって。おら、おっさん行けよ。金も持ってけ。ありがとうございます。待ちやがれ。誰だてめえは。俺は犬塚だ。犬塚？もしかして、あの、噂組の？そうだ。てめえか、最近うちの島で親父狩りしてるやつってのは。だからなんだってんだよ。うざってえな。意外と弱そうだな、犬塚。俺様がてめえのことケッチョンケッチョンにしてやるよ。犬塚に勝てば箔もつくだろうしな。おい犬塚、俺に勝ったらてめえ俺の射程になれ。ビビって何も言えねえのか。じゃあこっちから行かしてもらうぞ。くれ。3秒後。お腹が痛い。息ができない。口ほどにもないとまさにこのことだな。よし、てめえ今から組事務所に来い。どうして？いいから来い。助けて。このダサダサヤンキーが僕の黒歴史だ。その時ちょうど母さんが他界して荒れてたんだよな。こうして僕はあいつらと同じように毎日噂組の組事務所で放課後みっちり説教を受けた。毎日のように泣いてたな。めちゃくちゃ怖かったもん、あの人たち。まあそんなめちゃくちゃ怖い説教を受けて僕は改心することができた。だからきっとあいつらも改心できるだろう。僕は親父狩りした被害者の方にも謝り、高校生になってからバイトをしてお金も返して慰謝料も払った。犬塚さん、俺も噂組に入りたいです。犬塚さんの射程にしてください。無理。どうして？俺、犬塚さんたちみたいに町を守りたいんです。少しでも人の役に立つことをしたいんです。罪を償いたいんですよ。町を守る？何言ってんだ。俺たちヤクザだぞ。なんか勘違いしてねえか。なあ平次。あーん、そうっすね。あのな、俺たちはこのままだとどうせまともな職にもつけず悪さするであろう奴らの就職先だ。てめえは違う。てめえはどうにかなる。真っ当な仕事につけるはずだ。だからうちなんかに来るんじゃねえ。でも他にやりたいことなんて。町を守りたいなら警察にでもなればいいじゃん。俺が
警察？おう、守るって言ったらポリスマンでしょ。わかりました、俺警察になります。絶対警察になりますから、約束します。そして犬塚さんたちみたいにこの街を守ります。俺みたいに間違った道に進みそうな奴がいたら全力で止めます。まあ何でもいいさ。でもじゃあ勉強頑張んねえとな。はい、頑張ります。よっしゃ。こうして僕は奇抜な髪型もやめてメガネになり、自分の呼び方も俺から僕に変えて、まずは形からガリ勉野郎になったってわけだ。なんたって警察にならなきゃいけないからね。そしてガリ勉陰キャ野郎として毎日を送っていた時に、極秘任務として犬塚さんにうちの高校で怪しい仕事をやってそうな奴がもしいたら教えてくれと頼まれて探していたところ、ミカとマキがヒットしたんだ。犬塚さんの役に立ててよかったよ。その3ヶ月後。マサルくん、いろいろと今までごめんなさい。本当にごめんなさい。いいよ、僕も昔は君たちと変わんなかったし。よかったでしょ、噂組の人たちと出会えて。うん、めちゃくちゃ怖かったし厳しかったけど優しい人たちだった。これから私たち真っ当に生きるよ。大学を目指して勉強することにした。そう、頑張って。こうしてまた何人も噂組に救われた。一体あの人たちは何なんだろうか。本当にヤクザ？そう思ってしまうことがたびたびある。まあ本当に悪い奴らには容赦がないから、そこはやっぱりヤクザだけど。お兄さん、こんにちは。ああ、こんにちは。どうしたの？今日は一人？うん、手を出して。お？はい。うん、スタンプよくできました？うん、例のあの人が押してあげてって。ありがとう。頑張ってね、約束を守るために。例のあの人も期待してるって。うん、絶対守るって例のあの人に伝えてよ。わかった、伝えるね。犬塚さん、警察を目指す僕のために名前は出さないんだろうな。よーし、犬塚さんたちとの約束を守るため、これからも勉強を頑張るぞ。そしてあの人たちみたいにかっこいい大人になるんだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。